はい、こんにちは、竹島社長です。ちょっとね、車がパツンパツンでね、デミオです。ちょっとね、忙しすぎちゃってあれなんですけどね、ちょっと来年のね、あれいつだったっけな、9月だか10月だかなんかそのぐらいあったような気がするんですけどね、まあ、ちょっと概要欄にか、まあ、ちょっとこうテロップでもね出させていただきます。はい、いう感じでね、デミオです。でね、色合わせがすごいんですよ。ボンネットとルーフがね、色合わせがすごいんですけど、車検が長いのと、まあ、あと10万キロちょっと超えてるんですけど、まあこんな車でもね、もし安かったら欲しいっていう方がおられたらね、いかがかなと思いまして、一応カーセンサー乗っけます。だからチャンネル登録、高評価、それと Twitter、Facebook、ブログと、概要欄の方から、フォローの方お願いいたします。側面はね、そんなになんかこう色あせがすごいとかね、大きな傷があるとかっていうのはないんですよ、正直言うと。こう出先の器用な人だったらね、こういうほらこの辺とかもすごいでしょ、もうボコボコになってるでしょ。あのボンネットとかね、黒のほらなんだっけ、カーボン調のなんかいうのやつ、あんなのつけたりしたらいいんじゃない。はい、ルーフもねほらこんな感じでね、こんな感じでね、ちょっと全然見えねえんだけどさ、こんな感じでもう色あせだらけです。はい、色あせだらけ、もう一面色あせですね、一面色あせなんで、はい、気をつけてください。ただ安くします、10万ぐらいにしようかなと思ってますけどね。はい、もう車検代ですよね、車検代だけもらうみたいな感じでね、車両代はちょっと別にもうって感じのぐらいの勢いのお値段です。はい、内装いきます。ちょっとで、ね、もう短く、あの買うかどうか、ね、いるのかわからないので、はい、こんな感じです。でね、シートここで 見ちゃう。はい、こうシートね、それと運転席、運転席こんな感じでね、で助手席です。助手席もね、綺麗でしょ、中綺麗、中もね、まあ汚いけど綺麗、綺麗は綺麗。はい、距離がね103,118キロ、ちょっとねおじいちゃん臭いような気がするんだよな。でね、やっぱタバコは吸ってました。はい、こんな感じでね、タバコ吸ってますいう感じです。でね、ボンネットがね、ちょっとヒンジがもうね、ちょっとダメだと思うんですよ。まあなんかちょっとごちょごちょやれば取れるとは思うんだけど、多分ね、そういうなんていうの、ちょっと小技がね必要な感じでね、ワイヤーが伸びちゃってるんだと思うんだよね。ポコッと開くんだけどね、取っ手がね動かないんですよ。まあ多分整備の方とかね、なんかちょこちょこってやってくれたらすぐ治ると思いますんで、はい、そんな感じのね、デミオレックス、いつだったっけな、来年のこれね、またこれずっとつけっぱなしいけないんだけどね、多分10月かな、これわかんないけど、うん、1年と半年ぐらいね、まだ、車検ありますんでね、よかったらこんな車いかがでしょうか。竹島社長でした。チャンネル登録、高評価、それと Twitter、Facebook、ブログとね、ブログの方はね、シーサーとアメーバーとなんだっけ、あのホリエモンのところ、ホリエモン、元ホリエモンのところのね、ブログ使ってます。よろしくお願いします。失礼いたします。バイバーイ。